予算の無駄遣いを点検する政府の行政事業レビューが行われ過去6年間使われていない核燃料運搬船、海英丸について契約打ち切りを含めた見直しを求めました自分のお金じゃありませんから何、えー、か判断をするよりは先延ばしして12億円だけ払っちゃった方がいいやということなんではないかなと。 文部科学省が年間およそ12億円の維持費を負担している海英丸は高速増殖炉モンジュなどの燃料を運ぶため2006年に建造されましたがこれまでに4回しか使われていません昨日のレビューでは今後も核燃料を運搬する可能性がゼロではないと主張する文科省に対して有識者らから維持費が高すぎるなどと批判が相次ぎました その結果、契約の打ち切りも含め最も合理的な方法に改めるべきだという意見がまとめられました。